カメラで捉えた生の映像で見ますと、この日本航空の、進行方向左側の翼の下にあるエンジンですね、のあたりが地面についているような状態で見ました。はい、上さん、まあ、当然のことですけども、飛行機一般的にもう少しエンジンは高いところにから火の手が上がった映像をご覧いただきました。現在ご覧いただいているものです。午後5時45分頃の映像です。大きな爆発とともに着陸しようとした瞬間、機体全体を炎が覆い、爆発とともにそのまま滑走路を走り抜けていっています。こちらは午後5時45分頃の映像です。機体の前方が滑走路に突っ込み、
行きます。